はい、こちらはポートエドワーズ上空まで数キロを飛んでいるところで、ご覧になれますでしょうか。ポートエドワーズから黒煙がいくつも上がっています。その上空ではニューコム、ゼネラルリソース両企業の基地より出撃した多数の戦闘機の姿が。あ、また爆発です。ものすごい音がしました。皆さんに私の声が届いて。はい、スタジオです。ここでもう一度今までの情報を整理し、繰り返しお伝えすることにしましょう。本日午後、ユージアのポートエドワーズでゼネラルリソースとニューコムが交戦状態に突入しました。そしてその戦いは現在も続いています。 NUN 新国際連合では事態を解決するため、ユーピオの治安維持部隊の派遣を決定。緊急事態だ。ゼネラルリソースとニューコムが全面戦争に突入した。都市防衛のため侵攻する全ての勢力を撃退せよ。現在戦闘区域は非常に混乱しており、報道ヘリなども飛行している。任務遂行に際しこれら民間機には十分注意すること。なお今回の任務より最新鋭機ベルクトに搭乗してもらう。諸君の働きに期待する。以上。
ゼネラルリソースとニューコム、両軍事勢力の大幅な弱体化に成功した。メリトン地域の今後1時間以内の降水確率は 76.5% です。予想最高気温は20度、予想最低気温は15度。始まりはキャッシュディスペンサーでした。エレクトロスフィアの機関ルートの制御システムに大量のインタラプトが発生し、スフィアを流れる全ての情報が混乱している模様です。このためゼネラルリソース、ニューコムの両社に関連する銀行など多くの施設が機能停止に至ったのです。原理的にスフィアでこのような事故は起こりえないはずですが、原因の究明を待ちたいと思います。これは事故ではありません。たった今入った情報によりますと、ウロボロスと名乗る集団からこの一連のパニックを仕掛けたとの犯行声明がゼネラルリソース本社に届いたとのことです。ただし同社の広報ではこの件についての情報公開を拒否しています。我々にとってこの攻撃は必然である。肉体という呪縛にしがみついた物欲の支配する世界、合弁型巨大多国籍企業の経済力が政治や司法制度といった旧世代の権力構造を凌駕していった時点で我々は目覚めるべきだった。しかし我々に肉体がある限り物欲からの支配を拒絶するのは難しいのもまた事実である。そう、
肉体という超えがたい境界によって維持される我々の生命は常に欲によって縛られているからだ。食欲、性欲、睡眠への欲、これら生命を維持するために必要な最低限のものですら貨幣によって手に入れねばならない。我々人類は未だかつて一度もこの呪縛から完全に解放されたことはないことからもわかるはずだ。人類の限界とは数多の欲望に縛られた肉体なのだ。はい、空港です。こちらでは各地区を結ぶエアラインが全便欠航となっています。その理由についての発表はまだありません。一部地区でゼネラルリソースの制空権が完全に略奪されたとの噂もあり、空港は混乱の極みを見せています。皆さん、私はジオフロントから50キロほど離れた場所からお送りしています。ご覧いただけるでしょうか。私の上空では多数の戦闘機の編隊がジオフロント方面に向かっていく姿を何度もカメラで捉えています。我々の決起を多くの人々はまだ誤解していることだろう。確かに現時点で人々が目にしているものは人類にとっておなじみの殺し合いに過ぎないからだ。ただこれだけは言っておこう。ゼネラルリソース、ニューコム、ユーピオといった組織が保持している軍隊とたった今も行われている交戦は、我々が望む革命にとって入り口。そう、我々にとって真実の敵とはゼネラルリソース、ニューコム、ましてユーピオなどといった権力ではない。この革命が完成するとき、我々が、いや人類全体が掴むものはこのような権力ではない。ゼネラルリソース系列の報道機関では、現在放送内容についてキーワード検閲か配信システムに組み込まれたとの発表がありました。このような大規模な報道規制が施行されるのは初めてのことです。現在この番組は独立系パーソナルベースの放送局からお送りしています。それではここで我々が独自に傍受した映像を無検閲でご覧いただきます。すでに我々は全ての人類に限界を超えてもらうための技術を持ち、その準備もできている。肉体を捨てよ。これは生命を解放するために行われる革命である。今こそここに我々は宣言しよう。全人類のサブリメーション、それこそが我々の生命を次世代に進化させる唯一無二の真実である。この技術は夢ではない。その証拠に一つの例をご覧いただくことにしよう。ディジョン、この男は10年前にゼネラルリソースの謀略によって完全に肉体を失っているにもかかわらず、エレクトロスフィアで生命として今も確かに存在している。そう、もともと我々全てが平等に秘めている生命、精神、意識という名で呼ばれてきた力で構成される意志は、肉体などといった脆弱な存在を限界とはしていなかったのだ。そしてこの事実を我々は有史以前から知識として伝承してきた。歴史を振り返ってみるまでもない。肉体の限界を持たない生命の存在について我々はこう変換していた。それこそは新たな人類の姿である。そして人類史上最初に肉体を持たない生命として生まれ変わったディジョン、我々は彼を始まりの指導者として迎え、この革命を実行する。さて、
君たちサーフが心血を注いできた活躍には感謝している。今までの我々は平和などという曖昧で見えない心の報酬を求めていたため、無益な血を流した者も多く苦しい時もあったはずだ。しかし今日そんな時代はあっけなく幕を閉じた。そしてここからは私から個人的にサーフ所属のエース諸君に言葉を送ろう。今こそ立ち上がり我々の革命に参加したまえ。本日をもってサーフは解散。ウロボロスの革命家であり指導者アビサル・ディジョンの指揮下に、でも嘘、あの男がクーデターの指導者ですって嘘でしょ。この戦い全ての元凶がディジョン。みんなごめん、私この目で確かめてくる。